皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはウェブページのヘッダーデザインの考え方、デザイナーに依頼しても分かりやすいイメージの伝え方という話をしていきたいと思います。私のクライアントさんにはですね、なるべくご自身で、ブログであっても、Facebook であっても、ホームページとかであってもですね、まずは自分で作ってみるっていうことを、推奨しているタイプの人なんですよね。ということは、多少ウェブが苦手でもですね、一応こう骨組み頑張って作ってもらうんですよね。でその中には当然バナーとかヘッダーと呼ばれるこう画像でビジュアルでこうバーンと見せるっていう、そういうものも制作のイメージを伝えるっていうことはしているんですけど、別に全員が全員できるわけじゃないです。で本人もトライしてもらって、でそれでどうしてもダメな時にはもちろんプロの手を借りる。ただその作り込む時の考え方をですね、分かっていただかないと、プロはもちろんある程度の感じでもちろん仕上げてきてくれるんですけれども、その中身を引き出す質問された時にこちらがその世界観を用意していないと結局いいヘッダーにならないんですよね。ヘッダーっていうのは例えばホームページのトップページのところでバーンと大きく出てる画像とか、あのあたりをヘッダーとかっていうんですけれども、でこのヘッダーっていうのが本当にこう第一印象としてですね、ウェブサイトを訪れた人がそれを見てその下の文章を読むか読まないかっていうのを決めるぐらい重要な要素だったりするんですよね。ですからそのヘッダーデザインとかももちろん得意な人と得意じゃない人と、あと写真を上手に撮れる人と撮れない人と、キャッチコピーをうまく書ける人と書けない人とかいろいろいるんですけれども、とはいえですね、誰かに頼むお願いするにしても、自分がそれをこうやってみた経験値があって依頼するのとそうでないのと、デザイナーに対してのその気遣いとかも含めてですね、そういう依頼ができるかできないかっていうのは非常にこういい作品が上がってくるか上がってこないか の大きなポイントになります。ですので今日お伝えするのは特に、ヘッダーと言われる、ウェブページの中でも一番メインになる目立つ場所ですね、こちらの、デザインの考え方っていうのを、お伝えしていきたいというふうに思います。まずですね、私がコンサルティングはもちろんしてるんですけれども、特徴的な部分においてはデザイン、ビジュアルデザインマーケティングっていうのを提唱しているので、写真とかあとはもうそのデザインで見せていく、バナーも含めてですね、あとホームページの色合い全体とか、そうだな、デザインそのもの、全体がこうポップな感じとかエレガントクラシカルな感じとか、いろいろこう皆さんの持ってる個性とか教室によってですね、見せる雰囲気が当然変わってきますので、でそれをこう全体的にこういうイメージでいきたいっていうのを伝えるために、本人がどういう素材を選んでどういう色を選べばそれが伝わるのかって当然わからないケースもありますので、その時にトータル的にアドバイスをするっていうのが私の役割なので、コンサルタントなんですけどデザインの領域も情緒を見てるっていうのがちょっと特徴ではありますね。ですから私のクライアントさんとかも、まずは自分でやってみるっていうことを、一つ私はお勧めしているので、苦労するんですよ全然できない方は。でもそのできない自分っていうのが分かるとデザイナーさんのありがたみとかが分かるし、依頼の仕方が雑だとどんなに相手が苦労するかっていうのも分かるので、それも含めて知ってもらいたいなということで、まずは自分で作ってもらうんですけれどもね。じゃあバナーっていうのはじゃあどういう役割が、そもそもあるのかっていう話なんですけど、第一印象の場所なので、勝負どころですよね。人は初対面ビジュアルでね、3秒で一生が決まると言われるぐらいにこう視覚から入る一生っていうのは非常に大きくて、これは人間もウェブサイトも一緒ですね。ですから その木をてらったものっていうのでなくてもいいんですけれども、私にとってこのサイトは役に立つかもしれないとか、このサイトのこれは何だ
って思って下を読ませるから、まあ、大体どっちかである必要があって、全然写真も汚いしキャッチコピーも全然キャッチになってないとなるとスルーされるのがまあ普通っていうことになりますね。ですからそのまずバナーで一番まあ言いたいことを伝えたいことをキャッチな言葉で伝えるっていうのが必要になってきます。なので例えばパン教室のヘッダーだった時にはそのパン教室の一番の売りであったりとか特徴のキャッチコピーがドーンって入ってこないといけなくて、例えば私 の, あのウェブサイト、まあ、パン教室の時にはアトリエリブラっていうパン教室を運営していたんですけれども、まあ、そちらの方の、まあ、メインコピーですね、ヘッダーのところにダーンとなってるのがプレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンっていうのを、まあ、ドーンとしたキャッチコピーとかにしていて、でまあ、コンセプトがですねディズニーランドみたいなパン教室っていうことで、行くのが楽しくなる、行ってまた行きたくなるみたいな、そういうことをベースにしてるんで、まあ、普通じゃない絵を用意してパンと女神っていうのに私が扮してパンをこう出している魔法のパンみたいな、そういうストーリーにしたので、そういうヘッダーにしたので、度肝抜かれる人はえって引く人もいたけれども面白いって言って、もうそういうユーモアがある先生大好きみたいな形で来てくださった方と、まあ両極端に分かれるんですけれども、そういう見せ方をするっていうことで、効果があると、まあ、それがそのまま集客と、あと自分の個性ですね、教室の個性を出していくのにもつながるので、今特に私はコンサルタントをやってますので、自分自身が商品になってますから、肩書きとしては非常識な教室経営コンサルタントっていうことになってますので、私自身の格好がコンサルタントらしからぬ格好で写ってるということで、ああって言って見られるようなヘッダーとかにしているんですよね。でヘッダーとか作る時とかも先にラフコンテですね書いて、私この辺りにてこういうポーズでとか、こういう色合いのこういうデザインにしたいなっていうのをあらかじめ決めて、でそれをカメラマンに伝えて、フォトグラファーの方に伝えて、で撮ってもらったのをもともとデザインするのが前提になってるので、人物を抜いて私の友人のデザイナーにこういう感じでやってほしいのっていう写真と絵コンテとか見せてですね、やっていく。あとはまあ切り抜きはそんなに上手にできてないですけど、自分で切り抜いてこういう素材と組み合わせてほしいっていうのを軽く画像を作って渡す時とかもあるんですけれども、まあ、その際にはそのフォントって言われる字の部分ですね、字もこういうフォントを使ってほしい、今回はクラシカルエレガントだからとか言うと、まあ明朝みたいな、少しこう上質な大人の文字みたいな文字を使ってもらって、あと文字の色合いとかもそこに着ている服の一色をとってこの文字はやって、フォントサイズはこれぐらいでとかっていう、結構細かく指示出すんですよね。でそれに対してデザイナーはデザイナーなりのいいなと思うバランスで作ってくださったりとかしますので、それがもちろん良ければそのまま採用しますし、イメージと違えば当然直していくっていう、まあそういうデザインの作業はあるんですけれども、どの道ですね、あんまりこう文字入れすぎても読んでもらえないんですね。特に私のそのヘッダーなんかは5枚スライドが展開していくので、あんまり細かい字書いても読んでもらえないので、パーンと目立つキャッチだけは読んでもらったら、まあ、下気になれば読んでくださいみたいな、そんな作りにしてありますので、皆さんのヘッダーとかを添削するとですね、結構盛り込みたい話が多いと、すごくいっぱい文字書いちゃうとまずね読まないし、あと視覚で訴える方が分かりやすいんですよ。だから、写真ないしはイラストとかもそんなに、まあ、どこにでもある普通の状態で、キャッチコピーも美味しい楽しいとか健康とか、いわゆるもうどこの教室でも使ってるような言葉とかでキャッチコピーですって言われても、キャッチのコピーなんで、キャッチする心をつかむ文章コピー、キャッチコピーって言いますけれども、普通とかだと目にやっぱ止まらないんですよね。ギャップとか意外性っていうんで、ん?とか、まあ例えばですね、今適当に言いますけれども、まあ、パン
パンの場合とかこねることが当たり前っていう社会通念があったとしたら、こねないパン教室とかですね。そうすると、え、どういうことになりますよね。やったことはないですけど、あのエアパン教室とか行って言って、エアバンドとかがね、なんとかボンバー、なんだけど紅白とかにもね出たエアーでバンドをやる人たちいたじゃないですか。あんな感じでその楽器そのものができなくてもっていうことで商売が成り立つのであればですね、私は例えば食べないパン教室とかですね試食がないパン教室とかね、実習がないパン教室とかね、食べないっていうのがまあこねないよりもインパクトあるでしょうね。食べないパン教室、エアパン教室、理論だけを教えるっていうのを、パン教室を閉鎖した後に製パン理論を聞きたかったっていう人、先生たちが多かったので、その人向けにですねもう道具も全部なくなっちゃってるからっていう話をしたら、その理論口頭で聞くだけでもいいって言われたから、じゃあエアパン教室でもやるって言ったのがきっかけだったんですけど、それでも聞きたいって言ってた人がいるっていうことは、必要とされるターゲット層に対してはそういうちょっと変わったものでも必要とされるんだなっていうのと、あと皆さんがね習いたいっていうので、え、意外みたいな、そういう反応があるっていうのはやっぱりギャップとして作るには非常に面白いなと思って、キャッチコピーは作ってたんですね。ですからこの一文ですね、本当に短いパーンって、例えば非常識な教室集客コンサルタントとかですね、私の肩書きは、だから非常識な未来を作るとかっていうのがキャッチコピーになって、この人は一体みたいな、コンサルタントって分かんないですよね。もしかしたらセラピストとかカウンセラーと勘違いされるのかもしれませんけどね。まあ、マインドの部分も扱うので、その領域で見られても別に構わないんですけど、とにかく目を引くような派手気な衣装ですね、そうだな、コンサル業界のキャリーパンパムみたいな感じでしょうかまずスーツ着て登壇したことないかもな、スーツ、そうですね、ブランドの方を考えるとやっぱりエレガント、ワンピースは多いですけどね、スーツとかほとんど着たことがない、むしろコスプレになるんじゃないかぐらいの勢いですけど、今の私がスーツとか着たりとかしたらですね、カチッとしたものももちろん着ようと思えば着ますし、しかるべきところでそれがマナーとして必要となればもちろん着ますけれども、普段はねセミナーとかでも着てないですしねそういう見せ方になってますので、ヘッダーとかも、それがお教室であっても何であっても、そのこの狭い空間の中でですね、目を引いて興味を持ってもらえる、そして下の文章を読んでもらって、その下の文章を読んでもらったら会いに来たい、体験会に来たい、また申し込みが入るみたいな、そういうための第一印象の場所なので非常に重要です。ですからまずポイントの一つ目としては、文字盛り込みすぎないっていうのがまず一つ目ですね。二つ目は、そのキャッチーな映像画像ですね、それはどういうものが人の目を引くかっていうことも考えた映像画像とかが必要になります。で、一番目立たせたい、三つ目ですね、一番目立たせたいそのキャッチコピーはやっぱ大きめの文字でドン、だから長い文章だとダメっていうことです。さっきみたいにこねないパン教室とか、そのえっていう意外性があるものを中心にキャッチコピーって組んでいくんですよね。あと文字を詰めすぎないっていうのと連動するんですけれども、四つ目ですね、スペースの空き、余白を残すっていうのも見ていく上でとても大事な部分で、ヘッダーすっごいいっぱい字が書いてあるとやっぱり窮屈なんですよね。だから書きたいのはすごくよくわかるんですけれども、絞ったものをパーンと分かりやすく載せる、そんな形で知っておく方がいいですね。だから盛りたくなるんです、盛りたくなるんだけど、削ぎ落として削ぎ落として、これだけっていうものに絞らなくちゃいけないんですね。
伝えたいものを全部載せてしまうよりも、伝えないものを持ってるっていうか、こう余白として持ってるみたいな、そういう空間がある方が、画像としても締まりがあるし奥行きがある画像になりますね。これ写真の構図作る時とかも一緒で、写したいものがいっぱいあるとですね、全部入れ込みたくなる。要はスタイリングの出だしの頃とかって全部ね、なんか寂しいなっていうとどん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 足していっちゃうんですよ。そうすると主役が目立たなくなってしまうので、上手い人はね、間引くのがすごく上手いし、そのシンプルな中にでもちゃんとデザインされたおしゃれさがあって、それを構図とともに切り取るように写真を撮るとハマるんですよね、やっぱり。だからヘッダー作りも写真の構図、スタイリングとほぼ一緒です。考え方は文字のスペースとかもね、撮りますからね。写真撮るときにここに文字入れたいなって言ったら、もともとそういう構図で作ったりとかしますので、ですからヘッダーの役割は何なんだって考えると、思いを伝えたいのは分かるけれども、シンプルに伝えなくてはいけないっていう、そこがポイントになってきます。でさらにそのシンプルに伝えなくてはいけないっていう問題提起みたいなのがヘッダーにボンってあったとするじゃないですか。例えば私は非常識な教室委託コンサルタント、非常識ってどういうことっていうのが、やはりその資格のその続くリード文ですね、この中に答えが入ってないと飽きられてしまいますよね。あれとか言って答え書いてないみたいな。必ずだからヘッダーとその下の本文とかは内容加工してなくてはいけなくて、しかもその本文はリード文と言われるもので、自分が誘導したい誘致したいところへ文章がつながってないとダメなんですよね。ですからホームページの特にヘッダーの部分にどんな役割を持たせたいのかっていうのを自分が決めないと、ヘッダーのデザインも決められないし文章も決められないし、最後のお問い合わせを申し込みのボタンなのか、体験会に来てくださいなのか、メルマガ登録してくださいなのか、その最後のボタンの持っていきどころが決まらないことになってしまうので、その内容っていうのがスーッと読んで伝わるものになっているとヘッダーがすごく生きてきます。ですから私すごくいっぱいクライアントさんのホームページとか添削するんですけれども、文章の組み立てと流れは悪くない人がいるんです。だけれどもやっぱヘッダーデザインがその内容と合ってないと違和感がすごくあるし、キャッチとして目にボーンと入ってくるのが出来が悪いとですね、その下の文章がどんなにうまくてもその印象を引きずったまま文章を読んでいくので制約率が低くなるんですよね。それぐらいヘッダーって結構印象として大事なものになっています。なのでなんとなくとりあえず撮った写真そこに入れとけばいいやっていうレベルの人と、やっぱりちゃんとこの教室はこういう教室でっていうのを来てくれる人にきちんと伝えたいと思ってヘッダー作ってる人のヘッダーはもうクオリティが全然違います。でやっぱりちゃんと作ろうとするとそれなりに時間労力、場合によってはそれこそプロに頼んだらお金もかかったりとかするんですけども、その仕上げた人に見せるものをきちんと仕上げたっていうクオリティはそのまま信頼につながっていくので、お金をかけろって言ってるんじゃないんです。ちゃんと伝わるように努力してその画像を作ったかどうかっていうのは、私でなくても一般の人もですね、見ておそらく分かるはずです。そしてそこから受け取るメッセージっていうのが、その人の教室の一番売りであり特徴である部分を受け取ることになるので、本当にキャッチコピーって結構大事で、それを表現する映像画像っていうのもとても大事になります。ですのでビジュアルデザインいきなり最初から全部完璧にできるっていうことはないんですけれども、何度も何度も何百枚も私ヘッダー作ってます。自分のウェブサイトもそうですし、例えば1サイトでスライダーが5個回るようなこうシュッシュッシュッって画像が回ればそれだけでも5個必要ですよね。でこれをだいたい1年に1度ぐらいは変えてますので、そうすると3年とか4年運営するともうそこだけで20枚とか必要になりますよね。でサイト私運営してるの1個だけではないので、そうやってスライダーが回るものとか
を、ね、10個ぐらい運営してたりとかすると、それを入れ替え立ち替わりやると、まあ、それだけでも軽く100とか超えて、さらにバナーと呼ばれる LINE アット登録してねとか、こういう動画が見れるよみたいなバナーっていうちっちゃいやつとかも作っていくと、もうかなり膨大な数作っています。ですから、自分で作るメリットは、やりたいと思った自分のイメージに近い色も揃えることもできるし、フォントもデザインも揃えることできるっていうのは一番のメリット。デメリットは自分の時間がなくなるっていうのがデメリットです。私の、本来の仕事はコンサルティングだから、皆さんの、ね、お悩みを解決していくのが本来の仕事なんですが、ビジュアルデザインを提唱する以上ですね、まあ、自分もデザインのスキルをやっぱり落としたくないので、ある程度やっぱり自分でも作っていくっていうのは今でもやっています。ですので、写真もデザインも終わりがないんですよね。毎年流行りのものとか出てくるし、こういう撮り方とかが流行りとか、写真もそういうのがね、構図の流行りしたりとかもありますから、ヘッダーもあります、流行りしたりとか、こういう文字の方が受けるとか、こういうフォントの方が受けるとか、こういうコピーが受けるとかっていうのがあるので、ヘッダーって一度作ったら終わりじゃなくてですね、ある程度その時代の流れとかお客さんの層に合わせて定期的に入れ替えていくっていうものになっていきますので、気楽にっていう言い方変ですけど、見てくださる方に伝わるように定期的にですね、ヘッダーデザインも変えていくといいと思いますので、その時に今日お話しした内容のお話をご参考に作っていっていただければなというふうに思っておりますので、頑張ってみてください。それでは。